2019年12月15日、殿入り谷戸の八王子立町緑地保全地域で、餅つきを盛大に開催しました。旧家族31名陸上クラブ、法政大学など約50名の参加で大変盛り上がり、楽しいひとときを過ごしました。年初の始めの時にもスケジュールを組んだんですけども、大体、最後に12月15日はちゃんと帳尻があったということでね、日程的には。非常にいい感じで今日やれるかと思いますけども、今、千賀さんからお話ありましたけども、今日はママ友といいますか、近所に来られる人が5家族。で、15人ですかぐらいの予定で来られるということになっているようでございますので、まあ、その人たちまだ来てませんけども、まあ、楽しんでいただければというふうに思います。花咲村から支援を受けて、餅つき式材一式を借用して餅をつきました。田んぼのあぜ補強、田起こし、田植え、イノシシ除けの網張り、稲の育成状況、稲刈り、はぜかけなどを行いました。見分けるかというとな、親指と小指、これで押す。でこれがな、この指にこの指にこの指に一番力があるのはこの指なんで、この指が一番力がないのよ。でこれで潰して芯がなければ OK。
19号で風かけの被害を受けないよう稲を撤収して倉庫に保管しました。2日後に倉庫から風かけに戻したところ、イノシシに3分の2食べられました。子どもたちも楽しく餅つきをして、あんこ餅、きなこ餅などをおいしいなぁと食べていました。来年度から立町幼稚園、家族の皆様が殿入り田んぼの会入会を結成し、スタートする案も出ました。田植え、稲刈りなどを行い、賑やかな集大成の餅つきができることを楽しみにしています。